ましたら、いいお店を作ってる皆さんから見てもいいなっていうお店ってどんな場所ですか？でもこれはすごい個人的に、まあ、ちょっとこう3番の絵からか分かんないですけど、でも米まね病みたいなのがあると思っていて、職業病じゃないけど、この空間の作り方、照明、いや今音楽みたいな、これ結構そのあって、今このタイミングで水みたいな、すげえ嫌なやつなんですよ。そういうふうに俺見ちゃうんですよ。マジで見ちゃうんですよ、その声の。でもなんかその部分思ったけど、多分それを踏まえての、なんかいいお店とか、ちょっと端の方で、あれば、あのここのここで、なんでがちょっと聞きます。あれば。条件はわかんないですけど、私はお酒が好きで、飲み屋さんに行くのが好きなんで、はいはい、あのそういうところで、あのここはもう何回も行きたいなみたいなお店が多いとか、はいはい、で、やっぱそこは、そうですね、なんだろう。なんとなくこう日本の違いよく濃いのは、まあ、なんでだろうなんだろうなと思うんですけど、適度にこうなんかガヤガヤしてるけど、はい、なんか変なお客さんがいたい。でもそれって多分ここにいるあのマスターだったり大将とかがなんかこう見えないコントロールが働いてるんじゃないかなと思って、うん、名物大将とかこういたりするから、はいはい、特別美味しいかってなるとなんかそこじゃないけど、なんかあの空間にいるのが好きみたいな感じで、が結構私はなんかあってなくならないのかなと思ったりとか、それがなんかやっぱ通年でできるかって結構やっぱまた難しいだろうなと思って、やっぱそこに年数は絡んでるんですね。店の人とこう来てるお客さんとでなんか今こう出来上がってる空間があるのかなっていうのが、なんか私は好きな空間なのかなって、はいはい、あ、よし、ちょっと一つだけ質問して、その先、変なお客さんって言ってたんですけど、そういう人にとっての変なお客さんってどんな感じなんですかね。なんかその古い宇都宮が好きなんで、はい、そういうのがこう流行っちゃうと観光的に来るお客さんが増えてきちゃうと、なんかちょっとこう今までのお店の雰囲気と変わってくるんですけど、うん、まあ、なんかそれもそんなに外にいるよねみたいな感じで包み込まれてるから、うん、なんか最終的には元の色に戻るだろうなと思って、はい、はい、それ俺が言いたいのは、はい、マジで、あのコミュニティマネージャーって一回コミュニティを動かさないといけないんですよ。え、持続することじゃない、持続してたらいけないっていうのは、新しい人を常に受け入れてないといけないから、内輪乗りに乗ったノリを一回ぶっ壊さないといけない。マジでそれ分かるでしょ、分かるでしょ、で、コミュニティ、コミュニティを作る人ってマジで一回コミュニティをぶっ壊さないといけない。なんでそれはまた、で、新しい人を常に受け入れ続けないといけないポジションだから、あ、俺らはそこでコミュニティを作る人って、うん、本当にそうだ。うん、で、内輪乗りを一回ぶっ壊せないみたいな。それ逆に新しい人をどんどん受け入れ続けてるから、そこをなるでいうなるらしさみたいなとか失われそうかなと思うんですけど、で、そこで一番大事なのは、うん、この人とこの人は合う、うん、この人とこの人は合うっていうマッチングをするポジションになる。その常連さんと新しい人たちが交流するような仕掛けを作ってる。そう、古い人たちを残していくけど、新しい人をガンガン受け入れて、そうマッチングさせて、うわー、知っていいから、その老舗のお店がいいぜみたいなことがありつつも、逆にこのわけだと、は新しい人をどんどん入れないと、なんか僕の中では真逆のように感じたんです。そういうことじゃない、個人的にまずあのいいお店っていうの話、一番最初に戻っちゃうんですけど、っていうと、なんか好きだからいい店とか、好きなコンテンツがあるからいい店とかあるんですけど、やっぱいい雰囲気とか、いい瞬間がどれだけあるかっていうのが、一番いいお店かなって思っていて、で、ただ、さっきの接客の話とか、で、実際はこれ、自分の店がすごいいいお店って思ってるわけじゃなくて、はい、自分の店でもいいって思う瞬間があるっていうのは、すごい。はいはい、でもその瞬間をどれだけ増やせるかっていうのが一番いいやつで、楽しいところ。で、例えばそのさっき言ったような、その
まあ、写真目当ての人たちがめっちゃ、まあ、でも来るんですよね。でそれ自体は僕らはですね、そのさっきの森塩の話じゃないんですけど、規定の仕様はないし、追い出しの仕様もないんですよ、もちろんでもその写真のすごく撮られる方でも変な話、僕らとすごくコミュニケーションを取って、浜場にいる意味を分かってくれてその使い方をしてるんだったら全然もっとするといいで、言うならそのこの間じゃないんですけど、その僕ら多分接客の現場のスタッフ的にはそれを排除するんじゃなくて、どれだけこの身内にしていけるかっていう動き方の方が多分大事。もちろんそれでやっぱ相入れない人だと思うんですけど、ちなみにどうやって内輪にこう入れてるんですか。でもやっぱそれはやっぱ人を選ぶやり方をもちろんするんですけど、やっぱ夜の僕実際バーに行って酒飲んでベロベロでそういうすごいダルガラミをしているおっちゃんがあったとして、はいはい、でそれでもじゃあどうしますか、お前出てけよってやるのがあんま得意じゃないのか、だからとりあえずこの人が入れるようにちょっとしてみようって、でその人も、まあ、いる理由になれればいいから、はいはい、だまあ一回話しかけをするやつじゃないですか、はいはい、勝負はめっちゃ優しい、これはあんまり、そうそう、いやいやいや、刑事はあんま得意じゃないですか、俺は一回ぶち壊すって言ったけど勝負は起きれる、そうそう、本当にそうそう、ぶち壊す、そうですね、だからもしかしたらちょっと違いがあるとしたら、僕はあのそのコミュニケーションマネージャーとか、はい、コミュニティ の, その窓口っていうつもりもないんですよ、あの作ってる気持ちも特にないし、はいはい、あのま、来るなら来るなら、できたら会うか会わないかもちろん僕の分野の趣味ですし、でもその代わりこの人が担保してるのはもうほとんどクオリティ、そうですね、その前は下の音のクオリティは素晴らしい、はい、本当に、あ、そう、あの、本当に、あ、そうなんですか、やってます、あの、僕の思う、一番いいと思うその、シチュエーションを作れるためのコンテンツは自分自身も覚えてるし、で、あの、それを実際にいいと思ってるスタッフとプレイヤーもいるし、まあまあ、ある程度僕らの中ではいいと思ってる方向性があって、で、まあ、これかそれかは多分お客さんに、そうですよね、そうです、乗ってくれるんだったら僕らも全然買うし、乗るかどうかはさっきのね写真とかのシチュエーションで言っても、まあ、それを別にだからといって NG にしてくるなっていうつもりもないし、多分居づらかったら来ないよね、まあ確かにそうです、僕は世界線にね、だからすごい優しいやり方をしたけど多分横に強気だと思う来たきゃ来いよ、あ、めっちゃ強い、別に追いはしないからっていうスタンスだと思う、ごまマスというか、そうですね、やりたいからやってくれていいと思う状況としてしょ、まあ、僕らだけは多分あるので、そのためにどうしていこうかなっていうのがベースとしてあって、はい、エリアがどうなろうかなとか、エリアのためにどうしていこうかなっていうのは本当にあまり強く考えてない、街のためにとか別に正直ないですね、へー、生きました、本当にこの人は街のためとかじゃなくて自分のためにないの、でもそのそれでいいですよ、ね、それが町のために何かある意味になってるし、日本としてやってることの意味があるんだ、その音響が素晴らしい、はい、この人のお店に行って音響が素晴らしいよっていうことだけで日本橋の翔吾くんの店に行く意味があるか、本当に確かにI'm not sure.